皆様こんばんばは金鬼でございます今回ですね柄にもなく私は初めて献血をいたしましてその感想を皆様にお伝えしたいなと思いまして動画を上げましたでですねこの動画は別段皆様に献血をするようにと助長してるわけではないということを先に言っておきます 別に阻害もしようとはしておりません。ただ私の感想を言いたいだけの動画となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最近私はその本体が映ってはいないんですけどね、果たしてその自分を映す必要性はあるのかと考えてしまいましてね、でパソコンが、いいパソコンがあって編集ができたらね、それも挑戦して本体を映しながらこういったね、 えー、文章も写してっていう動画を撮りたかったんですけど今はパソコンまでないもんででなおかつ <laughs> ちょっと自問自答してるんですね自分を写す必要性がまずあるのかと <laughs> それ考えた上で、ね、考えると別にいらなくねって思っちゃって文章だけ今回はしましたそ,、まあ、その方が自分も分かりやすいしねで結構声がさマイクから離れると小さい声になってしまって。 何言ってか分かんないなっていうことになるとよくないと思ったのでこういった形で取らせてもらっていますえー、っとそうですねこういった話をしていこうと思います、まあ、できる条件多すぎとで対応で、えー、採血の針の刺さり具合でその後で最後にとおまけという形で話していきたいと思いますで最初の話なんですけども えーっとできる条件が多すぎてかっこ笑いとなっているんですけどこれ全然そんな笑う必要性もないとは思うんですけどわ割とすごい頑張ってはるなっていうのを気づきましたでな条件何かと言いますと、ね、まずその1週間のうちに海外に行きましたかと言っているとちょっとお断りをするらしいです遠慮しますと書いてありますで病院に通っているもしくは病気である とか、風邪をひいている、風邪薬などを飲んでいるっていうのもダメらしいです。お断りさせていただくらしいです。で、過去に輸血が一度でもあるというのもダメらしいですね。で、ピアスをしたことがある最近で、入れ墨もダメということで、最近の話。で、今空腹がどうか、お腹が空いているとダメらしいです。で、睡眠。睡眠不足だとダメだそうです。で、妊娠。さすがに妊婦さんはね、 わざわざ献血に来る人いないと思うんだけど妊娠してるとダメだそうですまあ結構、ね、条件が厳しいなとかなりのかなりのですね、えー、健常心のある方でなおかつ健康体の体のお持ち主の方じゃないと結構献血まず条件があるのでできないんだなっていうことが分かりましたでえー、っと私なんですけど私も結構ね 一応健康体としてはいてはいる,いるんですけどもこの4 0 0 m リの献血は体重が5 0キロ以上いるということで私ねなかったんですよ4047ぐらいで5 0キロなかったので今回は 200ml の献血を行いました、まあ、私も 400ml の献血をしたいと思ったんですけども無理ということでここは厳しく。 してててもらっっいいいいるのは別にいいんじゃないかなかと思ってま,すまあこれだけその条件があるっていうのはそれなりにいろんなことがあったんだろうし厳しくしても別にいいことなんじゃないかなと思ってます。褒めるべき点かなと思います。で最低血圧が1 1 0 m っ m h g 未満でできると。 ちょっと何言ってか分かんないなっていう話かもしんないんですけどまあ血圧が110超えてるとよくないで最低血圧が結構緊張してたもので120とかだったんですよ私で最初できるかどうかっていう感じになってもう一回取ったら100110以下でえー、っとできたので、えー、献血することができましたまずそのこの条件の厳しさからね 献血ししたたろって言って言って、言でできたことが嬉しいですね。ま、ず感想になるんですけども本当に <laughs> こんなに条件あるとなかなかねよしやったろって言ってもあれなんやできないんだっていうことになって悲しい感じに変えることにもなるんですけどもたまたまね血圧もちゃんとあって <laughs> ただ体重がなかったのはびっくりしましたね最近体重測ってなくて まあ一人暮らしだからね、一日3食も食べてないとはそうなるんかなで。空腹、別に空腹ではなくてよかったですね。で、最近睡眠ね、睡眠が、えー、不規則になってきてはいるんですけど、ちゃんと寝てたのによかったです。<laughs> 睡眠不足だらダメらしいですからね。皆さんもまあ、献血したいなって、初めてしたいなって思った時は、こういった条件があるっていうことを頭に入れておいてみたら、ちゃんとね、献血できる。 ようです。他にもいろいろとねあるので私も医者ではないので、ね、えー、っと詳しくはホームページを皆さん見ていただいてから、えー、献血をしていただいた方が一番いいかなと思いますえー、っとで、まあ、できる条件が多すぎという話でしたで対応なんですけどもあのー、やっぱお医者さんってさ結構ね いろんんなな人と対応しててるかから疲れ切ってんのかなちょっとねびっくりするほどあんまり対応力はないというかなんかあんまりあのー、受,け受け答えがちゃ,んちゃんとしてもらえないというかな,なんだよコミュニケーションあんまりとってもらえなかったっていうのはまあ医者さんは疲れてんのかなそのいろんな人にもねやってもらってなおかつ結構。 最後のの方で私は献血しに行ったかそのトラックトラックじゃないからバスバスで献血してくださいっていうのがあったのでたまたま行っただけなんですよ私も結局は、まあ、ちなみにその宝くじを買いに行こうっていうので行ったら先に献血のねトラ,トラックじゃないバ,バスがあったからあーこれも宝くじ当選への道なのかなっていうのも考えて献血今回初めてしたっていう感じです 別にしたくてわざわざ行ったわけではないんですよ、私も。まあ、気軽にそこは行ったらいいんじゃないかなと。まあ、よくないんかな、その,その気軽さは。ただ、条件が多かったのはびっくりしました。まあ、いいことではありますけども。え、もうちょっとその、あのバイトさんかなその予備校がい,いるんですよね。お願いしますっていう。その人、多分バイトなんかなあんまり、ちゃんと、ね、ハキハキしてなかったっていうのと、 あ,あんまり礼儀正しくはなくてあ、なんかね、しっかりありがとうございますだとか、なんか、ここに何々を書いてくださいとか言われなくて、この文章読んどいていいみたいな感じで、あの紙とか結構渡されるんですよ。紙渡されただけで、これよよ、絶対に読まなあかんのかどうなのかっていうのはわからない感じだったので、そこはもうちょっとしっかりしてほしかったっていうのが正直なところあります。あんまりね、悪い対応されると、次も献血行きたいなっていう感じにならないだろうしね。 私はあんまりその献血に対してはいいイメージないので今回たまたま柄にもなくまあ私も大人になったので一度は経験してみた方がいいかなというわけで言ったわけなんですけどももうちょっとはあのねまあこっちも自分から言ってるわけで仕方なく言ってるわけではないんですけどもうちょっとはねなんか。 感謝してるというかもううちょっっっといいい対応して欲しててかったなっていうのはありますねまあ言ってみて、ね、気分を不快にされる方がいるかもしれないですけどもまあ仕方ないと言いますか献身の心で言ってみてくださいそしたら別にねあの悪い対応されてもまあいいかとはまあいいかとは思えるんじゃないかと思います。 まあこの辺にしといて。で、もう,もう一つ対応っていう書いてあるんですけど、えっ、ー、と、献血の方法の順番ですね。まず、まあ、質問って書いてありますが、問診ですね、これは。えっ、ー、と今、今までその、まあえー、海外に行きましたかとか、薬飲んでますかとか、そういう話、ね、それでダメだったらあの、お断りさせていただくという感じで帰ることになるんですけども。 それも書いて,て個人情報記入ですね住所とか名前とかで自分の血液型知ってる人は書いてくださいみたいな感じで次にまあ飲む飲むって何かと言われますとあのー、最近のやり方なのかな採血前にねペットボトル1本分渡されて、まあ、飲んでくださいと言われるので飲みましたね1本分っ <laughs>、えー、とポカリスエットみたいなもんですね それを飲みました。えーっていう感じですね。まあ初めてだったんで、採血前に飲むんかと。で、えー、とウェハースも、なんか栄養のありそうなウェハースもいただきました。で、それからですね、次に採血前の検査というのがありまして、これも、えーと、令和2年の3月23日から、ちょっとこれ自分が調べた話なので、合ってるかどうかわからないんですけどね、指先から血を取る、これ、えーと、 視線、えー、戦士方法っていうやり方に変わったらしいです。指先戦士かなちょっと分かんなかった。こういう方法をとって、まあ、これは、えー、採血後のなんか負担を減らすためのやり方らしいです。ちょっとあまりやっぱり医者じゃないんで詳しくは分からないんですけども。 そんなやり方に変わったらしいです前はどんなやり方してたかわからないですけどもでそれをしてから、えー、っと採血血を取ってで採血の時間が15分以下ぐらいでしたなっていうのはよかったです私はその400じゃなくて200なんですけども400の場合はもっとかかるのかなで、えー、と終わりとで終わった後も安静にしてくださいということで えーと時間をいただくじ時間がいるわけですよそのずっと待つっていうまあ、でもそんなに待ってなかったですね 10, 10分ほどぐらいあのただ座っているっていう時間があるみたいな感じですでさ、えー、次採血の刺さり具合についてちょっと怖い感じで書いてみたんですけども採血針ねあの痛くないですまあ、これ個人的な感想になるので実際行ってみて痛かったんやんけって言われても すみませんそれはそれは個人個人的な意見なんで分かりますあのー、いけ個人一意見とさせていただいてますのでその痛かったかどうかっていうのは人それぞれだと思うので私に文句は言わないでほしいんですけども一般的にね言われている注射器の注射よりかは全然痛くなかったです本当にびっくりするぐらい最近の医学が進歩したのかなわからないけどいやいいことですよ これ,これが痛かったら次は行きたくないなって思ってたと思いますけどもねあんまり痛くなくてよかったでどちらかというとですねこちらのその <laughs> 採血前の方がちょっとち,ち,ちょっとほんでもそんなに全然痛くなくてびっくりしましたねちょっと痛いぐらいなか,いかなって思いまして、えー、採血前全然痛くなかったですっていう感じでまあ私が大人になったんかなそもそも最近ねその注射針に刺さることがなかったのでわからないです で全然痛くなかったなって、イメージよりかは痛くないなっていう感じでした。で、その後、その後なんですけど、結構条件がありまして、運転は30分、30分後に運転できると、30分間は運転しないでと言われてました。で、お酒も2時間、2時間後ぐらい飲んでほしいと、開けて、ね、 2時間以内飲むのはダメだと。お風呂も2時間以内入るのはダメだということです。これ、まあ、なんでかと言いますと、その、失神や転倒が起こることが多いらしいです。気分、気分不良がね、起こることがあるらしいので、控えてくださいということです。まあ、この辺もね、詳しくは、やっぱりホームページ見てください。私も医者ではないので、絶対そうだとも言えないので。ということが、えー、結構、 紙で、ね、渡されるんですけどそこに書いてありました。はい、えー、っとでその後ですね約1ヶ月後ぐらいに最初の問診で血液型が、まあ、知りたいかみたいな感じで肺が肺に丸した方は血液型が分かる紙が、えー、封筒で来るそうです。ということです。まあ長々と話しましたが、まあ、こんな感じですね。 今回献血でまあ最後に私は大切だと本当に大切だなと思いましたで、まあ、まとめてまとめて言うと採血針は痛くなくて良かったですはいもうそ,れそれですね泣くほど痛いのかなと思っているけど全然もう全然でしたねでえっと終わりにですねジュースをもらいましたな何歩でももらっていいよって言われたんで2つがめつくもらいました 酒はね、えーっと、2時間は控えましょう。今、今たまたま映ってるだけですけどもね、飲みませんよ。あ、でも他の動画でもアップしていきたいなと思っている酒です。ビールですけども。関係ないか。で、えー、おまけにロトセブンについて。ロトセブンね、えー、ツイッターでも言ってると思うんですけども、えー、っと、金曜日の発表になりますね。ちょうどロトセブンの発表日と同じ。まあ、なんでかっていうと、1週間、 1>, えっと1日いろんな店で1日ずつ買ってみようかなと、えー、つまり7口買ってみようかなっていうことをやってみたいと思ってるんで朝朝一で買ってっていうまあ面白い企画を思いついたので別に当たるか当たらないかは関係なくでですねそのお店でパッと思いついた数字にマークすると。 つまり全然予想ではないんですけどもそういった方法でやってみたいなと思ってますそれでねもし当たればあの当選する方法は予想なんじゃなくてやっぱりそういった思いつきが大事なんじゃないかなって一等当選するにはっていう結果にもなりますしそういうやり方をやってみたいなと思ってますでもですねまたこの 採血番号っていうのをもらいましてちょっと動画で写したいなとは思ってるんですけどねえー、っとこの,この番号はちょっと個人情報につながるかどうかが分からないんですけどがあんまり映さない方がいいかなと思って映してないんですけどその採血番号に書かれた番号をロトブンの番号に使ってみたいと思いますやっぱり面白いさ予想というか番号でね皆さんにお見せしたいなと思ってるんでえー、っと 次回のその金曜日に上げる動画をお楽しみください。採決番号が分かります。でもバラバラですけどね、数字は。あの、例えば8、89とかだったら8と9に分けたりしてね、89っていう数字ではないので、そんな感じで予想していきたいと思っております。はい。えー、長々と話しましたが、金曜に献血に行くという話です。 別に皆さんもしてくださいというわけではないんですけど、こんな感想を初めて見てみて出てきた次第であります。以上です。あ,あとね、すごいその、ええー、とよ、言われましたね。ええー、と、本当にその海外行,き行ってませんよねって何,何回も言われましたね。その、採決前と採決、採決するときに <laughs>。 問診の時もそうだけどこういうのいいと思いますやっぱり何回も聞くことが大事だと思うのでここはちょっと本当に褒める点かなと思いましたというわけで以上です次のね金曜日に上げる予想の動画をお待ちください金鬼でした